こんばんは、入山明子です。一月二十九日土曜日、入山明子のつれづれ日記。今日は寒さも少しだけ和らいだような気がして、日中も気持ちよく過ごせました。皆様はいかがお過ごしでしたか？今日はパソコン仕事を進めながら。 13時半からは FM チャッピーを聞きながら皆様も聞いてくださっているかなと思いながら仕事を進めましたそれではコメントにお返事を返しますす小田切隆さんんですワンちゃんのスタンプをいただきましたそして、えー、グッドナイトというこれスヌーピーさんですかね ありがとうございます。二つスタンプをいただきました。満月てるおさんです。あこちゃん、今日もお疲れ様。明日は土曜日。FM チャッピーつながる土曜日ですね。聞きますね。ゆっくり休んでください。おやすみなさい。といただきました。えー、柴谷とみこさんです。あきこちゃんの健康、元気、笑顔をいつも願っています。人生の穴まがり、皆さんの心にいっぱい届きますように、 グッドナイトといただきました、えー、ありがとうございます、えー、リクエストもいただいて嬉しかったですチョーさんですペンギンのスタンプです山川よし子さんはうさちゃんのスタンプをいただきました長塚ま彦さんですあきこさん今日も一日お疲れ様でした明日はつながる土曜日 FM チャッピー楽しみです 今夜もゆっくりおやすみなさいまあさんといただきましたありがとうございます沖島晴美さんです秋子さんこんばんは明日は皆さんお待ちかねのつながる土曜日頑張ってください今日も素敵な笑顔の秋子さんお疲れ様でした明日も笑顔で素敵な一日になりますように願っておやすみなさいといただきました 香川さんです。入山明子さん、シェアしました。頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。林田幸子さんです。えー、もう女の子と、これワンちゃんかな。休んでいるスタンプですね。そして深田正美さんは、ブタちゃんがこれからおやすみなさいするところのスタンプです。ありがとうございます。 金崎芳恵さんです。今日も一日お疲れ様でした。ゆっくりお休みくださいね。えー、ありがとうございます。ブラジルからですね。金竹さんはワンちゃんのスタンプです。ありがとうございます。金崎真希子さんです。秋子さんこんばんは。今日も一日大変お疲れ様でした。こちらも秋子さんの BS 日本の歌の DVD を母とともに見て楽しんでいますよ。 明日も前向きで元気で輝いてご活躍くださいね。暖かくしてお休みください。おやすみなさい。ファイトといただきました。近藤さんですよ。おやすみなんしといただきました。 さあそして渡辺さんですおはようございます寝不足はお体に悪いですから休めるときには休んでくださいねこの時期疲れると思わぬことがありますので注意してくださいねといただきました本当にそうですね、えー 西山秀子さんです。おはようございます。昨日からインターネットの調子が悪くやっと入れました。FM チャッピーのリクエスト、みなかけれないほどたくさんで嬉しいですね。すごい早起きですね。お仕事進みますね。楽しい土曜日でありますように。グッドモーニングといただきました。ありがとうございます。えー 柴谷富子さんですおはよう今日も元気笑顔コロナに負けないでいっぱい楽しい一日をといただきました、えー、グッズのご注文ファクスもいただいてありがとうございました、えー、牧野秋光さんですあきこさん皆さんおはようございます今日はつながる土曜日 FM チャッピー聞きながら走りますよ楽しみです今朝の長野は雪が少し待って少し肌寒いですあきこさんも風邪などひかないように 体ご自愛され頑張ってください。良い週末をお過ごしください。みんなで応援してます。突っ走れファイトといただきました。わあ、長野は雪ですね。え写真を貼ってくださってます。ありがとうございます。塩田さんです。超美人のあきこさん。オッハー、ルンルンといただきました。軽いですね。塩田さん、ありがとうございます。 そうして加藤敦子さんです秋子さんおはようございます今日はつながる土曜日 FM チャッピーの放送を楽しみにしています寒い毎日ですお体くれぐれもご自愛くださいね今日も元気に笑顔の一日になりますようにといただきましたありがとうございますそれから加藤兼久さんですおはようございます秋子さん今日はつながる土曜日 FM チャッピー楽しみにしています コロナ寒さに負けないで元気にお過ごしくださいといただきましたそうですね気をつけてまいりましょう中垣さんですおはようございます楽しみですね素晴らしいですねまたなっと、えー、いただきましたありがとうございます森澤隆さんです入山さん皆さんこんにちはクイズノーベル賞を地上波で見られるのは素晴らしいですね 昨年からマスメディアへのご出演が増えてとても嬉しいです人生七曲り義理と情けと愛を乗せて大岸成就大ヒット間違いなしといただきましたありがとうございますちょっとクイズノーベル賞はご覧いただいて嬉しいのとあまりにもボケすぎているので複雑な思いもしていますが <laughs> 駅中さんですお疲れ様でしたありがとうございます そして、えー、ブログの方にコメントをお返し,しますブログのコメントは「なおさんです」「グリーンのコーディネートハロ先取りの装いです敵ですねノーベル賞懐かしい母と録画してみて爆笑した記憶があります悪女も今見るとまさにまた新鮮ですねカラオケ行って歌いたくなりますまだ蝶のパーカーサイズと色で悩んでます この間、ミネのコンサートの時、玉ねぎ健士さんが紫の竜のトレーナー着てらしたあの感じを思い出しながら、「コートも蝶が出たらいいな楽しみに待ってます。」コート、今、蝶作ってますよ、えーね。蝶と竜と、両方運気アップで、これからもずっと作ってみたいなと思ってます。石田和之さんです。あきこさん、こんにちは。アコースティックコンサートから一週間早いですね。 FM チャッピーラッコさんの曲を聴くと今でもコンサートの感動が蘇ってきますまたお忙しい中素敵なお礼状をいただきありがとうございましたといただきました石田さんお礼状届きましたか良かったです新潟さくらさんですこんにちは FM チャッピー聞くことができましたそしてリクエストもかけていただきありがとうございましたこんな嬉しいことありません ちょうど聴けないかなと思っていたのですが10分前急いで FM 聞きました間に合いましたラジオから流れる手紙また思いもひとしおとってもいい感じで聞くことができました本当にこんな時期にかけていただき感謝いたしますありがとうございましたいっぱいリクエストは入ってたのにという言葉ねえー、あの桜さん大変な時期にあの思いのある メッセージと、そして歌感動しました。ありがとうございました。野良猫にゃんにゃんさんです。おはようございます。今日は土曜日なんですね。私は今二十連休になってきます。来てますので、楽なんですけど、暇すぎて。歌を聞いて、楽しい時間を過ごすと、ほっとします。ノーベル賞は確か、BS エスフジでの放送ですね。面白い回答があったりして、楽しい番組ですよね。そうな、今回はフジテレビの。 地上波の方の朝4時からになってるんですよね。めったにね地上波にそう出れるっていうことが少ないので、楽しみなような、見て欲しくないような、いろいろですね。さあ、そして YouTube です。さくらさんです。コメント読んでいただきありがとうございました。今日の FM 楽しみにしてます。朝早起きしたので、お布団の中で人生七曲がり聞いてました。と。 ありがとうございます。人生の生がり、聞いていただいて嬉しいです。森沢隆さんです。FM チャッピーの収録お疲れ様でした。いつもリクエストを読んでいただき、ありがとうございます。毎週放送を楽しみにしています。元気に笑顔でご活躍ください。ありがとうございます。牧野明光さんです。明子さん、皆さんおはようございます。昨日は車のメンテナンス、オイル交換、そして FM チャッピー収録とお疲れ様でした。 今朝の長野は雪がぱらつき肌寒いですつながる土曜日 FM チャッピー楽しみにしてます今日も一日素晴らしい一日をお過ごしくださいといただきましたありがとうございます、えー、今日は新しいグッズが少しずつ揃ってきましたので入山明子のお店にもアップしてそして皆様にもお知らせをいたしました えー、グッズのご注文も増えています、えー、本当にありがたいなと感じていますそしてまだまだ人生七曲り CD をお持ちでない皆様いらっしゃいましたらお手に取っていただけると嬉しいです皆さんに寄り添ってくれる一曲になると自信を持っておすすめできる一曲ですどうぞこれからも応援よろしくお願いします それではまた明日。おやすみなさい。